歯根膜は、歯根と歯槽骨の間に存在し、歯槽骨に歯を植立する喧嘩組織のことである。歯周人体とも呼ばれる。歯槽骨、セメント質、歯肉と共に、歯周組織を構成する組織である。歯根膜は、歯根完成に続いて形成される。発症の由来の繊維目細胞が、歯根膜形成部位で細胞分裂し、その後繊維形成能を獲得し、 歯根膜のコラーゲン繊維を形成する。主な成分は繊維目細胞を主とする細胞成分と細胞外マトリックスである。その主な構成要素はコラーゲンの太い束からなる歯根膜繊維であり、タイプ3型コラーゲンを少量に含むタイプ I 型コラーゲンを主成分とし、また少量のオキシタラン繊維が存在する。男性繊維はないとされている。死根膜は その組織学的特徴として、細胞成分が多いことが挙げられる。細胞成分として、繊維目細胞、骨芽細胞、破骨細胞、セメント目細胞、微分化関与細胞、マラッセの上皮遺産、マクルファージなどが認められる。なお、歯層壁に接して、骨芽細胞、破骨細胞が認められ、セメント質に接して、セメント目細胞が認められる。子根膜には、 歯根膜繊維の他に、毛細血管や各種の神経終末、リンパ球などが含まれる。また、歯根膜形成時に必要であったヘルトビフィの上皮症の一部が残存し、これはマラッセの上皮遺産と呼ばれている。したがって、歯根膜には、生理的に上皮細胞が存在することになる。田中、p 十四 a b c 中津 P 七十五中津 P 七十四 ありがとうございます。